りました。じゃあ、いきますか。はい。皆さん、最初の挨拶覚えてますか。はい、はい、覚えてます。皆さん、こんにちは。まだだね。まだですね。そうですね、みんな少し集まってからやりましょう。そうですね。どっちで、ちょっと焦った、ごめんね。皆さん、見えてますか。落ち着こうよ、みんな。ちりとり。どうですか。あ、早とちりと。お、いいんじゃないですか、そろそろ。いきますか。はい。すげえ。よっしゃ、行きましょう。今、こんばんは。BE:FIRSTでーす。はい、ということでね、一人ずつご挨拶の方行きましょう。はい。ジュノン君から行きましょうか。はい。ジュノン。よし。拍手してよ。はい、ごめん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 O-T-A A? A? ソータよろしく。観客少ない観客少ない参加人だな。最後はい、レオです。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、はい、ということですね、本日は、MC はね、あ、逆に何見てたの本日のね、MC、僕、マナトが担当します。よろしくお願いします。マナト、おめでとう。ありがとう、ありがとうね。最高だわ。さあさあさあ、20です。もう一生マナト君に MC 任せたい。本当？ありがとうね。マジで最高。もうちょっとさばききれないからちょっとやめてね。本日ね、僕たちの新曲「バイグッバイ」が配信されました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさん聞いてくれましたか。聞いてくれた。ああ、今聞いてた。あ、みんなたくさん聞いてくれたって言ってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。はいね、ギフテッド、ブレイブジェネレーションからガラッとね、イメージが変わりましたけども、ブレイブジェネレーションが TOKIO HOT 100 3週連続1位、ギフテッドはビルボードホットトレーニングソング16週連続チャートイン。16週です。すごい、ありがたいです。ありがとうございます。本当にありがとうね、応援してくれるベストのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。収録中って約4ヶ月か。いや、もう本当にあるよね。約4ヶ月。ベスティの皆さんがいないとね、こういうのは僕ら取れないわけですから、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さんにね、フルでバイグッバイ聞いていただいてますけども、リリースした今、今皆さんどんな気持ちですか、メンバーの皆さん。なんか、ハッピー？ハッピーだけど、ほら、自分たちはもうちょっと早く聞いてたじゃん。聞いてたわけじゃん。だからなんか、やっと皆さんに聞いてもらえるっていうのが、まあもちろんファイナルでもやったし、ね、この前の GF でもやったけど、ね、なんかこうちゃんと全員に聞いてもらえる環境がこうできたのすごく嬉しいよね。そうだね。でバイグッバイのじゃあデモを聞いた時、おいおい、どう思ったのか。デモトラックだよね。だからもう日高さんが歌ってるのか。いや、歌ってた。歌ってたっけ。あれ日高さん歌ってない。ラップのプロを入れてて。そうだね。あとです。カリウタが入ってたの。カリウタめっちゃうまいんだけど。そう、めちゃくちゃうまい。カリウタの方がめっちゃうまいんだけど。そう、めっちゃうまい。そう、で、寒かったね、あの日はね。みんなで初めて聞いた時は。寒かった。寒かったじゃん。寒かった。本当寒かった。だって、どこで聞きました初めて。あ、そう、寒かったね。寒かったね。北の大地。そう。北の大地で聞きましたね。そうじゃん。そうだよ。実はね、せーの。北海道で初めて聞きました、僕たちは。うわ、行った、そこまで。なんか北海道で初めて聞いたけど、うん、なんかワクワクしてる。なんかハッピーだったよね、寒かったけど。その時日高さんもちょうどいてね。そうそうそう、日高さんいたし。あのさ、この曲さ、すごい高いからさ、それがめっちゃ印象的だった。ああ、確かにね。高いし、ほぼ裏声だったじゃん。うん、それがもう記憶に残りまくりの、まくりまくり。おっと、あったあったあった。そうだったね。まくってるね、それだよ。確かに確かに。いや、今一人でさ、僕あのさ、トリプル A さんのさ、あのラストライブの日の、まあ、その後に初めて聞かせていただいたので、もう感動も、ほら、感動もあったし、そのトリプル A さんのライブも、その後に、あのスカイハイさんからの、あのね、バイグッバイのさ、曲を聴かせて、初めてさ、初めてその時に、モチベーションね、いろんなモチベーションとさ、なんか気持ちと感情がすごくさ、いい意味でさ、あのこう感情込み上げやすくなったタイミングで聴かせてもらったよね。そうだね、確かに素晴らしかった。素晴らしい。ありがとうございます。バイグッバイの好きなパートやリリックありますかということですけども、
ごい全部好きに決まってんだよ。あ、すみません。ごめんなさい。愛してんだよ。そんなに優しくなってんだよ。誰だよ、書いたの。おい、誰だ、誰だ、スタッフさんがどこにいたんだよ。っていうのは冗談で、個人的に好きなのは俺ありがとうとバイブだ。あ、そうだ、ね、涙もとお前ら君を歌うよって歌ってるのはシュントさん。私も歌ってる、レオ君も歌ってるね、同じパートね。僕も歌ってる、知ってるよ。ありがとう、知ってたよ。いいよ、知ってるよ。めちゃくちゃ良くない、めちゃくちゃいいよ。まあ、レオ作りゃいいと思うんだよ、サシが。そうなんだよ、あと相反する言葉じゃん、ありがとうとか。わかるわかるわかる、すごいグッとくるよ。わかるわかる、すっごいわかる、うん、ね、その歌詞がさ、うん、なんだろう、一回聴いて残るっていうかさ、あ、俺さ、あとさ、君は止まんないのところ超好きなんだよ。あ、そっちの方が分かる、あそこさ、すごい、あのさ、あの送り出してあげてるその気持ちっていうのがさ、すごいその歌詞に優しさがにじみ出てるよね。後ろから見てる感じだよね。めっちゃ分かる、めっちゃ分かる、分かってくるやつ。お前か、お前か、めちゃめちゃ見てる、めちゃびっくりしちゃったんだけど、俺完全にリオ君だよ。お前、分かるよなって言って見て撮ってみて、こいつ、これ真顔でさあ、マジックこれが僕のマジックです。いや、クソおろかったよ、今日一、今年一番面白かった。これが僕のマジックです。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ドバイバイ、ありがとう、ドバイバイ。あじゃないのよ、全然違う、違う。よくそう、どうぞ。あ、すいません、近いですけど。まあでもバイグッバイはね、あの、はい、ジップさんの朝ドラマの主題歌、ね、はい、さよならその前に、はい、歌わせてもらってますけども、はい、ちょうどあさってですか、お、ジップさんとスッキリさんの方でパフォーマンスさせていただきますけどね、はい、ありがとうございます、はい、久々だね、スキーさんでパフォーマンスしていただくのね。ジップさんは初めて、初めてだよね、やばいね、やばい。スタジオの雰囲気とかどんな感じなんだろう。でもほら、ソータが先輩、先輩ですか、一回、先輩だからね。でもパフォーマンス初めてだもんね。まあ、あんま言わない方が初めてだ。あんまそんな言わない方が直接的にね、そうそうそう。でもスタジオのさ、雰囲気はどんな感じだろう。うわ、先輩ぶって、楽しみにしとけない、先輩ぶってますよ、先輩ぶ。君たちならきっと、まあ、やり遂げれると思う。一緒じゃないの。別枠、別枠、あ、別なんだ。じゃあ、ほん、あの当日あのソータがいるかどうかも含めて、あの、お前いない確率出てきた。こんな同じパーカー着てんのにね。でも、それで言うとあれだね、本当バイグッバイ配信今日だけど、なんかそんな感じも、なんかもうテレビで放送していただいてるじゃないですか。そうだから、その感じしないですけど、どうですか、そのテレビでさ、CM とかでも流れたりしてたじゃないですか、それみんな聞いてみて、あのどういう、俺は結構不思議な感覚というか、うん、もうなんかもう他人行儀で見ちゃってたんだけど、そみんなどうなのかなっていう気になって、まあ、基本、自分たちの曲そんな感じで見てるよ。ああ、やっぱそうなんだ。シャイニングアウトの時もギフテッドの時もそういう、なんか自分たちではないような、すごい近づいてきたな、うん、イエイ。そう、自分たちじゃないような気分で見ちゃうよね。うん、だからさ、それこそさ、シャイニングワンとか、うん、MV 公開された時さ、うん、これ誰ってなってたけど、今となってはすっかり持ち曲みたいな感じになってきた。確かにね、しっくりきてるよね、めっちゃ。もう実感ない人たちだったじゃん、もうあの頃のゼロだった、僕らゼロね、実感ゼログループ、ゼロ集団、そうだね、実感ゼロ集団、やめろそれ。今もあんま実感は湧かないけどね、俺あんまり、まあ、湧かないところもまだ全然残ってるよね、うん、でもそれこそさ、こう 街とかでさ、うん、この前びっくりしたのが、あの仕事終わりにこう、うん、ビル出た瞬間に、はい、隣のお花屋さんからギフテッド流れてきたの。おー、嬉しいね、すっごい嬉しかったし、でもお花屋さんからギフテッドってなんかもうすごいちょっと世界観がすごく確かに。じゃあ次はお花屋さんでバイグッパイ、それは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 ぜひお花屋さんでめちゃめちゃ合う。でもたくさん皆さん今日聞いてくれたんじゃないですかね、うん、みんな何あの聞いてくれてた、どういうコメントある、ちょっとコメント見てみますか、聞いてくれましたか、うん、はい、ということでね、皆さんちょっとラグがあるかもしれない、お、今日配信ずっと聞いてたよ、うん、お、ありがとうございます、ありがとうございます、龍平の提案素敵って書いてある、まあいいですね、素敵だもんな、みんなありがとう、でもあれだよね、あのほらもう少しでもうあと20分で MV 公開、そうですね、あー、すぐか、うん、MV もう8時にね、20時に出ます、これいいですよね、やっぱ配信されてからの MV のこのスピード感ね、ポンポンといけるじゃないですか、そのまま見れる、確かに確かに、ポンポンと公開前になんか俺たちもちゃんとベッスンのみんなと繋がれてる気持ち、そう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 、みんなで待とうね、もうこれ恒例行事になってるですもんね、確かに新しいこう曲が出る時もね、そうそうそう、それはどうですか、なんか今日ソータも
あんまりグッといかない感じで、みんなを温かく見守ってますけど。どうしたの？バイグッパイについて。どうしたの？まず語ってよ。いや、なんかもう溜め込んでたんじゃない？泣きそうなんだよね。すごい初手でそれ行くなよ。嬉しくて初手でそれ行くなよ。みんなとまた一歩踏み出せるのかなと思って。あ、イケメンの涙目になってる。初めてちょい涙目。俺嬉しいよ、うん、みんなありがとうな。そうだ今日なんか赤ちゃんあるじゃん。そうだーそうだみんながいるからできてるんだぜな、そうだね。そうだ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 しか言わん。でもそうだいやだからね、言ったでしょ、聞いたでしょ、あの落ち着き落ち着きを持った今年にしたいって発言したんですよ、僕は豊富で。はい、あのなんであのこの前の SNS でね、あーコメントね、スッキリさんね、そういうことじゃないよ。でもそういうことじゃない。隣にいる人さっきのさ、俺の髪の毛チッ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 、そう俺も髪結んで出てきたから、ここチッ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 って触ってくるし。そういうのでだから、あと5分しかない。5分しかない。いや、インスタライブはね、この後の YouTube ライブに引き続きますけど、もうなんかないの。もうね、皆さん、バイグッパイのね、あの話を聞いたらね、ソータの髪の毛いじる話になっちゃってますけど、でも、それで言うとあれじゃないですか、あのバイグッパイとバイバイといえば、卒業シーズンで今ございますけど、多分あの卒業式で皆さん、あのね、あのもしかしたら今日卒業式の方もいたと思うし、この後卒業する方もいると思うし、まあその前にね卒業した方もいらっしゃると思いますけど、なんか本当に卒業にはすごくバイバイ合ってるんじゃないかなって思いますけどね、バイグッパイね。それこそタイムリーでね、うちのメンバーにもいますからね、卒業生がね。皆さん卒業おめでとうございます。そして受験お疲れ様でした。おお、説得力あるね、ゆうちゃん。ゆうちゃん説得力あるね。ステップスティックされた。何を、おめでとうございます。おめでとうございます。そうだね、本当にあの新たな、やっぱこの季節はね、新たなこう終わりと始まりがね、重なる季節でもありますから、ぴったりというね。ほんと言いたいね、バイグッパイはもうぴったしじゃないですか。俺バイバイしてること花粉症にすればよかった。わかる。なんすごい気になっちゃった。それありだね。ストップストップストップ。今の話でそれはごめん、ピンときちゃった。いや俺も今来ちゃった。でも皆さんもだからバイバイしてることをね、なんか俺に当てはめてくれたら嬉しいよね。いやでもめっちゃ明るい。花粉症つらいよ。まあ今日入試だった人もいるんだね。あ、そうなんだ。あ、そうだそうだ、今日入試の人もいるわ。お疲れ様です。お疲れ様です。花粉症つらいっていう。でもなんか、どうですか、曲のことどうですか、皆さん聞いてくれたら。ほんと、素敵な曲をありがとう。あ、こちらこそありがとうございます。卒業シーズン限らずさ、やっぱお別れっていつ来るかわからないかな。そうそう、友達がだからね、そう、そんな時にあ、バイグバイあったなって何年後でも思い出して聴け、あの聴いてもらえるような曲になったら嬉しいなっていう。そうだね。てかバイバイってバイバイってほら、あ、すごい、一日の中に絶対あるじゃん。だってまた明日ねもバイバイだし、なんかそういうことで言ったらもう本当に日常にたくさんバイバイってあるから。レオン、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 嬉しい、繋がった、繋がった。いやいや、むずいって。そうだ、違う、感動違うやつよ。3本もないって。じゃあ、あと、あれだよね、やっぱさ、この今コロナ禍っていうのもあるじゃん。はい。その中で、やっぱこう、結構、やっぱこう、ちょっと地方と地方とかとさ、そうだね、会えなかったりとかすること多いけど、やっぱそれもね、なんかこう、ちょっと絶対お仕事だったりとか、まあ、学生にしろ、いろんな多分、成長があると思うから、それを超えた時に、今、